ダイヤモンド愉快のベリーグッド栃木。ハローサムシング、ダイヤモンド愉快です。萩原貴男です。栃木県内の観光スポットや農産物など栃木の旬な魅力についてお送りするダイヤモンド愉快のベリーグッド栃木、略してベリトチ。ゴールデンウィークも後半ですが、皆さんいかがお過ごしですか？さて今日のテーマは、はい、マシコ西洋野菜をご紹介します。マシコっつったらやっぱマシコ焼きの、ね、イメージが強いけど、そうですよね。栃木県いろんな農産物取れるんだよね。でもまさか西洋野菜まで作ってるとは知らなかったな。今プロの料理人からも注目を集めているそうですよ。 OK、マシコ西洋野菜、最後まで聞いてちょうだいね。この番組は栃木県の提供でお送りします。ダイヤモンド愉快のベリーグッド栃木。今回のベリトチはマシコ西洋野菜をご紹介します。まさかね、マシコ町で西洋野菜が栽培されてるなんて。愉快さん、これにはですね、マシコ町の地形や気候が関係しているんだそうです。益子町は闇蔵山地周辺に広がる丘陵地や台地、それに小貝川流域の平野などさまざまな地形があります。また比較的日照時間が長く、昼夜の寒暖差が大きいという特徴があるんです。実はこの特徴はイタリアの地中海性気候に似ていて、そのため益子町で美味しい西洋野菜を栽培することができるってわけなんですね。そうなんだね。いや、栃木の人とイタリアの人ってなんか似てるような気がしてきたよ。あ、そうですか。うん、まさかでも西洋野菜栃木で作ってるなんてのは気になるね。ではゲストの方にお話を伺います。ダイヤモンド愉快のベリーグッド栃木、ご紹介します。益子西洋野菜研究会の手塚さんです。手塚さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。手塚さん、そもそもなんで益子で西洋野菜作るようになったんですか？はい、もともとのきっかけは町の農業を営んでいる女性を集めた会議でした。そこで新しい益子を代表する農産物のブランドを作ったらどうかという話になったんですね。会議を重ねていくうちに、益子町は陶芸の町で観光客も多く、カフェも多い。じゃあそこで提供される野菜はどうかということになりました。たまたま会議のメンバーの中に西洋野菜に詳しい方もいらっしゃったので、それじゃあということで西洋野菜に決定しました。なるほど、女性のアイディアっていうのはね、すごいですね。男性だとこういうアイディア浮かばないかもしれない。あの、益子っておしゃれなカフェとかも多いですよね。素敵なお皿で西洋野菜をね、いただけるなんて、それいいですね。そうなんです。近年では個性豊かなカフェやイタリアン、フレンチなどの飲食店も増えまして、益子焼の器を使ったメニューも大きな魅力の一つになっています。益子西洋野菜研究会では、益子の西洋野菜を取り入れているシェフと日頃から意見交換しながら、お客様を感動させる野菜作りに日々取り組んでいます。ところで手塚さん、益子西洋野菜研究会、どんな皆さんが参加されているんですか？はい、益子で農業に取り組む子育て世代が中心になって3年前に発足しました。メンバーは現在男女5人で活動しています。もともと農業をされてた方もいらっしゃいますが、新規で就農された方もいらっしゃいます。どんな西洋野菜育ててるんですか？はい、根菜類ですとか葉物など、年間種類で言いますと30種類から40種類を作っています。今日はゆかいさんにぜひ召し上がっていただこうと思いまして、西洋野菜をサラダにしてお持ちいたしました。ありがとうございます。いやー、美しいですね。これもうインスタ映えしますね。緑が鮮やかですよね。西洋野菜っていうとね、ロマネスコとか、はい、その辺は目にすることはありますけど、なんか見たこともないような野菜がたくさんあって、小さいものがあるんですけど、今日はトマトみたいな。はい、そちらマイクロトマトと言いまして、世界最小のトマトになります。そうだね、イクラをちょっと大きくしたようなね、はい、初めて見たよ、こんな小さいトマト。ええ、あとやっぱり
イソギンチョクじゃなくて、はい、一番の色の濃いあの凹凸のついてるお野菜なんですけども、うん、カーボノネロというお野菜になります。生でも食べられるんですけども、炒めていただいた方が美味しい、そういったお野菜になります。種類を結構多くあの盛り付けさせていただいたんですけれども、名前を伝えさせていただきますと、ベビーリーフという小さい葉っぱ、コールラビと言いまして、見た目は株のような感じにはなるんですけども、キャベツの仲間になりますお野菜になります。と、ケールとフェンネルになります。これ器がなんか素敵なんですけど。あ、そちらはもちろん益子焼きになります。やっぱり、はい、じゃあ早速、はい、ドレッシングが2種類、はい、用意させていただいてます、はい。白い方があの研究会で、うん、作りました、米麹でとニンニクのドレッシングになります。米麹、はい、体に良さそうですね、はい、早速じゃあこう一番あの目新しい、はい、見たこともないような、うん、これ何でしたっけ。カーボロネロになります。カーボロネロをちょっといただきます、はい。おー、なんて表現すればいいんだろうね。爽やかな感じ、はい、苦味はないですねそんなにね、はい、うん、ただほうれん草よりももっと爽やかな感じで、はい、ハーブに近いね。でもね、はい、なんで結構あの野菜が結構そうやって香る感じの方が多いので、うんうんうん、結構あのドレッシングが強めな。でこちらは何のお野菜になりますか。あ、そちらベビーリーフになりますね。ベビーリーフ、はい、はい、じゃあそれをビーツのドレッシングで、はい、いただきます。さっき の, あの米粉の方は、はい、あのスカッとした感じだけど、はい、ビーツのちょっと甘みがあって、はい、ね、別方向の爽やかさ、はい、本当野菜の甘みをちょっと引き立てているような感じがしますね、うんうん、いや美味しいですね。新鮮な西洋野菜をねこうやっていただけるって贅沢ですよね。育てるの大変なんじゃないですか。はい、そうですね。もともと外国の野菜にはなりますので育つ環境が違います。特に水が違います。外国はミネラル分の多い硬水ですが、日本はミネラル分が少ない軟水になります。ですので私たちは日本人の口に合う品種改良された西洋野菜を選んで栽培しています。私たちがこの新鮮な西洋野菜食べたいときはどうしたらいいですか。はい、道の駅益子で販売しております。また道の駅では月1回マルシェが行われているんですが、こちらではドレッシングですとか加工品も販売しています。マルシェの日程は不定期になりますので、インスタの方でご確認いただけたらと思います。またどうしても輸入したものですと収穫から時間が経ってしまったり為替の関係で高値だったりしますので、私たちの野菜でしたら鮮度も抜群で価格もお求めやすくなっています。私たちももっと魅力ある西洋野菜作りをしていきたいと思っています。そのためには農家だけでなく、いろんな形で地域の皆さんと一緒になって作り上げていきたいと考えていますので、どうぞご期待ください。応援していきます。手塚さん、ありがとうございました。ありがとうございました。益子西洋野菜研究会の手塚さんでした。こんなに新鮮で美味しい西洋野菜が益子町で作られているなんて本当にびっくりしました。驚きです。女性のアイデアから生まれた西洋野菜を育てるというね、応援していきたいです。さて萩くん、次回は、はい、乃木町の乃木神社をご紹介します。放送は5月18日。さて番組ではゆかいさんのサイン付きクオカード1000円分を2名様にプレゼントしています。番組の感想、あなたの住所氏名を必ず書いていつもの宛先までお送りください。メールはゆかい @crt-radio.co.jp、 ファックスは 028-643-3311。 ダイヤモンドゆかいのベリーグッド栃木までお送りください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。またこの番組で過去に放送したものを栃木県の YouTube チャンネルから聞けますよ。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。 OK、 ダイヤモンドユカイのベリーグッド栃木、ダイヤモンドユカイと萩原貴男でした。ボンボヤージ。この番組は栃木県の提供でお送りしました。